これは、はっきり言って、大きさは問題ないと私は思います。夫の不倫解決のコツは笑うこと。こんにちは、不倫解決カウンセラーの川村です。はい、今日もですね、旦那様の不倫、奥様の不倫を解決するための動画を撮っていきたいと思います。でも今日はですね、ちょっとね、エッチな話題を今日はお伝えします。で、エッチな話題といっても、そんななんかいやらしい感じのエッチではなくて、ものすごくね、これね、大事なことだと思うんですけども、夫婦の営みのエッチな話なんですよ。でね、今日のこのタイトルの通り、その夫には無理、妻がセックスで行く確率っていうことを私もいろいろ調べました。調べるとやっぱりね、ひどい確率なんですよね。うん、で、私のね、そのご相談に来られる、され妻さんたちがご相談に来られるわけなんですけども、そのセックスレスになった理由っていうのもね、いろいろ一面はいつもお聞きするんですよ。で、いつもどのくらいね、夫婦のセックスってありますかって聞くと、いや川村さん、実はもう10年以上ないんですとか、いやもう覚えてないですねとか、いつ終わったか、いつからしてないのかっていうことも覚えてないで、気がついたら旦那さんが不倫をしてたっていうことが、現実問題起こってくるわけなんですよ。でね、そのされ妻さんたちがなぜそのセックスを、覚えてないとか、やらなくなってしまったのかっていう理由もね、やっぱいろいろあってですね、原因をお聞きしたりとかすると、やっぱ一番目は子供がいるから、子供が隣に寝てるから、またこの集中できないっていうことなんですね。そりゃそうですよね。だってベッドで寝ててね、そのベッドでやると、もう子供がなんかこう、まるでちょっとトランポリン乗ったみたいに、こんな感じでバウンドするわけなんじゃないですか。で、2番目の理由は、仕事との両立で疲れているからってことなんですよ。で、3番目の理由が一番これね、問題かなと思うんですけども、やっぱそのセックスっていう行為が労働でしか私は感じられないということが、これが大きなその妻からのセックスレスの原因だったりするんですよね。私もね、女性ですから分かるんですよ。1番2番結婚とか出産によって生活がガラッと変わってしまうので、分からんでもない。問題は3番の労働でしかないってことなんですよね。で、労働にで感じるっていうことは、妻たちがその、セックスをするよりも、セックスでの快感よりも、言ったらこの寝た方がいいとかね、次の日の仕事が大切だとか思ってることが問題なんですよね。でね、そこで私もいろいろ調べたら、なんとですね、2021年3月のオッチ、2021年3月のオッチという記事ですね、雑誌、これ女性の雑誌なんですけども、その雑誌の記事の特集で、1200人の女性に中行き、だから、クリちゃん行きではなくて中行きですね、中行きを経験している女性を調べたところ、1200人の女性にね、調べたんですって。そうすると 48.2% の女性しか中行きを経験したことがないということなんですよ。またその2022年の5月のチークっていうんですが、 CHEEK ですねの記事では、自分でオナをするときに、中行きができるのは、35.6%。で、パートナーとの運動会、セックス、運動会で中行きができるのは 40.8% だということなんですよね。で、私もね、これね、昔もいろいろ聞かれましたよ。どうやったら川村さん中で行けるんですかとか。私別にそのテクニシャンでも何でもないので、でそこでですね、今日は、不倫解決にも関係してくると思うんですよ、このセックスレス問題というのはね。なので、私たち妻がね、恥じらう話題でもあるこの、女性がね、行くという話、行くにはどうしたらいいのかっていうことを、真剣にね、この動画で、エロい話ではなく真剣に伝えていこうと思うわけなんですね。で、中行きをね、コツで言えば、中行きを経験するためには脳でセックスをすることです。これが一番だと思います。ということで、今日ですね、中行きできない理由を3つ、あとは中行きでできるようになるためにということで2つ、中行きする人になるためにということで2つお伝えしていきたいと思います。セックスで中行きを経験したいという方は、ぜひ今日の動画を最後までご覧になってください。はい、ということで、中行きできない理由なんですけども、これね、妻からよく言われるんですが、気持ちよくならないのは夫のせいだと思ってる、
こういう妻は仲良きできません。うん、でね、これいつも思うんですよ。プロの AV 男優であれば、それこそこの前ね、ハーチューさんと離婚、事実婚を解消したシミケンさん、シミケンさんのように、こう、またこう、テクニシャンね、テクニシャンであれば、まあ、全然長生きやったことがない人でもできるようになるかもしれない。でも、旦那さんは残念ながら、テクニシャンでもなければ、プロの AV 男優でもないわけなんですよ。そういう旦那さんに対して、まあ、前技もね、その自己流で下手くそなの、下手くそっていうか、下手くそ言っちゃいけない。自己流なのは当たり前だし、そもそも、気持ちよくさせたい、その妻をね、気持ちよくさせたいと思わせていない妻にも問題があるということなんですね。なので、仲良きできない理由の一つは、気持ちよくならないのは夫のせいだ、夫が下手くそだからと思っている女性は仲良きできません。はい、次2つ目、夫のウインナーちゃんが極小だからということもよく聞くんですね。これもね、私もたびたび動画の中でね、お伝えしてると思うんですよ。ウインナーがポークビッツだったタコさんウインナーはまだね、赤くて可愛らしいんですけど、ポークビッツってそのさらにまた下ですからね。まあ、せめてシャウエッセンぐらいね、あったらいいなと思う。まあ、シャウエッセンもちっちゃいですからね。うん、まあ、旦那のあそこがちっちゃいから全然気持ちよくないんですとかいう女性もいました。でね、これははっきり言って、大きさは問題ないと私は思います。で、いろんな記事にもやっぱ書いてあります。大きさではないんですよ。うん、で、私も過去にね、まあ、なんだこれはみたいなね、うわーと思った人いましたよ。いました。うん、いましたけども、だからといってその快感を長生きできるかどうかってまた別の話なんですね。うん、で、あともう一つ言うと、硬さも関係ないんですよ。俺のね、あそこは、もうなんか、鋼のように硬くて、もう、カチカチだぜと、カチカチだぜ、びくともしないぜみたいな、硬いだろみたいなことを言う人いるんですけど、硬さもそんな関係ないんですよね。で、ちなみに、大きい人ほど硬さが硬くないっていう、これは事実ですね。ちっちゃい人ほど硬さは硬かったりします。うん。でね、私思うのは、この夫のウインナーちゃんが極小だからとか言う前に、その前に妻たちの、言ったらこのホールね、ホールの、閉じ締めっていう、この締められるようにしてたら、その夫のウインナーちゃん小さくても関係ないわけなんですよね。で、これは私は膣とウインナーの関係だと思います。うん。で、次3つ目、夫の女性経験が少ないせいで下手くそだから。これもよく聞くんですよね。旦那さんは私と結婚する前に女性経験が多分1人か2人だったと思うんですよと。まあ、これはね、ちょっと関係してくるかなって思います。うん、なぜかというと、女性経験が少ない人って、まあ、言ったら自分でね、握って左手のガールフレンドちゃんがいて、まあ、この手の力ね、握力と私たちの膣の力っていうのは断然握力の方が強いわけじゃないですか。なので、まあ、女性経験が少ない人っていうのは、まあ必然的に自分でこう出してるっていう可能性もあります。うん、なんかこの変な運動ね。うん、でね、やっぱりそうなると、やっぱ早漏さんとか治療さんとかいう人が多かったりするわけなんですね。だから、まあ、この早漏でも治療でもどちらでも私たち女性は辛くなるので、やっぱりこの仲良きができないっていう原因にもなるかなと思います。私もいましたよ。なんかな、多分5秒ぐらいですよ。5秒ぐらいで、みたいな人本当にいましたからね。はい、次ね、仲良きができるようになるためにということで2つお伝えしていきたいと思います。これすごい大事なことなんですね。うん、1つが自分の性感帯を知ることなんですよ。本当これ大事ですね。うん、ものすごく大事です。だから自分という人間を知ってもらうために、まず自分がどういう人かっていうことを知ってないと、人にどういう人間かって言えないじゃないですか。それと同じで、やっぱり自分のね、こちらの、性感帯っていうものをね、知らないのに旦那さんに、なんか、ほら私を生かしてみろよ、どうだみたいな、ほらみたいな感じをしても、旦那さんたちってどこがどういうふうに気持ちいいのかも、言うたら素人ですからね、わからないんですよね。うん、でね、まあ、自分の性格を知ることが大切なんですけども、膣の中がのどこが気持ちいいのかとか、例えばどういうふうに触られたら気持ちがいいのかとかいうこともわからないのに、夫がね、なんか自分の、そのクリちゃんをね、触ったらね、なんか痛かったんですよ、
なんかもう全然気持ちよくない、自分でした方が気持ちよかったんですよとかいう人もいるんですけど、で私たちも旦那さんの、ね、あのウィナーちゃんね、ウィナーちゃんが内側が気持ちがいいのか外側が気持ちがいいのか、ウィナーちゃんの周りが気持ちがいいのかっていうの、まあ、いろいろいるんですよ。周りが気持ちいい人もいれば、ウィナーちゃんの内側が気持ちよかった、外側が気持ちよかったり、それでもウィナーちゃんのこの筋のところが気持ちよかったり、ウィナーちゃんの根っこが気持ちよかったりとかいう人いるんですよね。だから私たちも旦那さん、男の人ね、のそこがわからないのに、夫、旦那さんたちが自分たちのそのクリちゃんであったりとかね、仲とかいうとこがわからないと当たり前じゃないですかって私は思います。うん、なのでまずは自分が自分の性感帯どこが気持ちいいのかということを、まあ、旦那さんを誘導してあげるとかいうふうにやっていかないと、夫婦の生活の中でね、行くことってなかなか難しいかなって思います。うん、でもう一つは、オナで修行することですね。仲良きできる人がね、毎回その性行為によって仲良くできるのかというと、そうでもないんですよね。やっぱり女性って体調がありますよね。あのホルモンのバランスがあったりとかするので、なかなかその、毎回毎回行くっていう人っていうのは、まあ、まあまあ行きやすい体ではあるけども、毎回行くっていうわけではないかなと思うんですよね。でそもそもそのオナでその修行をして自分が、どういう感覚がいくっていうことなのかがわからない女性ってたくさんいます。私もその夫婦のね、生活の問題のね、そのご相談とか受けるんですよね。あの不倫問題の、ご相談も受けるんですけど、その性の問題の、ご相談も受けるわけなんですね。でそうするとやっぱりいくっていう感覚がわからない。だから AV とかそういうこうエッチなね、動画とか見た時に、多分自分の行くと違ったら私は行けてないと思ってる可能性も高いですからね。まずはその、オナで研究して、どういう状態が自分の行くなのかをね、ちょっとまあ把握しておくことが大事かなと思います。なので仲良きできるようになるためには、自分の性感帯を知ること、それとオナで修行すること、この2つがまあ最低でも必要かなと思います。で最後にですね、仲良きする人になるためにということで、これまた2つ言いますけども、まあそのさっきも言いました、外行きね、外行き、クリちゃんと仲良しになるってことなんですけども、外行きを経験するためにクリちゃんと仲良しになって、クリちゃんで自分の性感帯の感度を上げていくっていうことが大事なんですよね。でこれをクリちゃんっていう話をすると、まあなんかそんな下品だわとか、そんな話をするなんて、なんか本当河村さんなんて最低とか言ってる人に限ってめちゃめちゃエロですからね。私のようにこうなんか全部オープンな人のに限って、結構ね、本番になったら、いやでも嫌だとかって言ったりとかするんですよ。よく覚えてくださいね、男性陣。まずその外行きを経験するためにクリちゃんと仲良しになって感度を上げる。でこれは手を使うか、例えばシャワーを当ててみるとかね、シャワーをその下にね、こうジャーッと当ててみたりとかいうことで刺激をしてみて、あ、こういうことが気持ちいいことなのかっていうことも、やっぱりこれ経験することも必要かなと思います。でまあ手を使ってシャワーとか手を使ってダメなんだったら、ダメだというかそれに慣れてきたら、まあローターを使うですね。ローターってまあいろいろ売ってますから、昔女性がね、その行けないっていうことをご相談があまりにも多いから、じゃあ私がね、そのローターを作ろうじゃないかと思ったご先があってですね、いやこれマジで本気で、であって、そういう業界の人にいろいろ聞いたら、あれ中国で作られてるらしいんですよね、中国製で。あれね、1個がね、ローターって今いくらで売ってんのかな、多分1000円とかで売ってんのかな、1000円とか1000円何倍と売ってると思うんですけど、あれ原価100円もないそうなんですよちょっとバラしちゃいました。はい、まあまあそうやって私も作ろうかなと思った時期がありました。でもね、あんまりローターを使いすぎると、その強い刺激に慣れてしまって、男性からされた時にちょっとこう物足りないと思うことがありますと、なるべくだったら手を使った方がいいかなと思います。はい、次2番目は、外行きに慣れてきたら、慣れてきたら中行きにチャレンジする、これをまあこういう段階ですね、やってもらうといいかなと思います。まあそのクリちゃんと仲良しになって外行きを経験するようになったら、次は手を中に入れてみるっていうことですね。手はまあまずは1本から1本、まあこの指でもいいし、この指でもいいし、この、まあ何でもいいんですけど、まずは手を入れてみる。
って言って手を入れてみて、まあ、ネットで調べたらね、どこが気持ちいいとかいっぱい書いてあると思いますので、そこをだいたい刺激をしてみる。でね、それでちょっと慣れてきたら次はバイブを使ってみる。でバイブっていうのはまあ硬いのもあるんですけど、できればシリコン製がいいかなって思います。でそういうものを使ってみて、自分のねここが気持ちいい、よくあるんですよ。なんか例えば性行為が正常位が気持ちいい女性とバックが気持ちいい女性って2通りいるんですけども、それによってその性感帯違うんですよね。だからそのバイブを使ってどこが気持ちいいのかで、自分が正常位でいけるのか、例えばバックでいけるのかとかいうこともまた変わってくるので、そういうことも把握してた方がいいかなって思います。はい、ということで今日ちょっとねエッチな話になりましたけども、とてもねこれね夫婦の 性生活の問題って大事なことなので、今日はちょっと長めに動画を作ってみました。でもしこの今日私がお伝えしたこと以外で、セックスのプロの方がいれば、こういう風にしたら、よかったよっていうことをコメント欄で皆さんちょっと教えてください。こういうコメント欄でみんなで共有することで、楽しいセックスライフというのがその世の中に広がっていったらいいなと思います。まあ、日本人のこのレス問題ってね本当に深刻なので、ここをね解決できたらいいなと思います。はい、ということで今日の動画がもし良かったなと思ったら、グッドボタン、あとチャンネル登録よろしくお願いします。あとそれと旦那さんの不倫問題、奥様の不倫問題で困っている方がいたら、こちらの LINE 公式の方に登録してくださると、不倫を解決するための5ステップの動画を無料でお配りしておりますので、概要欄から登録くださいね。はい、ということでまた次の動画でお会いしましょう。それではまた。